鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか、かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろう。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、リックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だ。そこでクラウドの出番。もしかしてここ足りない？
状況の方向だ。俺がいる。急ね。そんじゃ頼むわ。お姫様になった気分。Yeah.
け。調子に乗れ。悪くない。見込みはバイク愛も十分だが、ストーッ。まだ乗っているだけだろ。いいか、バイクは乗るものじゃない、己の一部とするのだよ。このようにね。痛いやか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。どれそれ。ビュンだ。おっと。だ。クライマックス最高。ジェシー、ハンドルを頼む。え？どれ？さあ。あ。あらら、ここまでか。残念。次は。二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。残念。何の話だ。運転。勝手に採点するな。クラウドはもっと上手いと思ったのに。タンデムは慣れてない。次クラウドが後ろね。嫌だ。じゃあ次も私が後ろってことで。ほら見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムス。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。
この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。7番街の社宅地区、うちの親、神羅の人間なの。私、マコーロのおかげで大きくなったんだよね。おいで。行っちゃった。なかなか手ごわいっす。俺の何倍も給料もらってんだろうな。見て、たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたら。それが合図。行くか。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分ではやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。あ、借りるぞ。
任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ああ、魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつを怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。
じゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。俺も忘れ物に銃よし弾よし。おう、準備はできたか。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった。約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て！
わりか。排除する。てぇー、新たに被害者を発見、造影を頼む。狙い撃たれる前に片付ける。消えろ。ここで仕掛ける。ここまでだ。うわぁ、うわぁ、ほら、やった。余裕だ。囲め、囲め。やってやるぜ。やってやる。この地球の本当にしちゃ頑張ったのだろう。次は俺の番さ。3秒後を食いろ。おいしいおやつもあるっしょ。仕上げだ。
まだ動けるぞ。うわー、絶対痩せた。よっ男前、モテまくりだったな。つらい作りな男っす。兵器の格納庫かよ。いけるか。任せろ。任せるっす。さっき見つけたっす。ドカーンと行くっすよ。暴れろ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。
バイクを降りるのは何年ぶりかな。だが私のスピードは。どこであろうと変わらない。さあ、正々堂々と勝負。マイフレンド。レッドゾーンまで振り切ってみようか。いっへへ。あっ、やっくっ、あっ、なにる全開。次はない。はっ、くっ、ひっ、へへへ。やっ、刻む。くっ、オーマイフレンド。やっく、やるね。やっはっ。行ける。ラストいこうか。限界。ラストいこうか。うかつだった。みんなこのスピード。満足か。楽しい時間は
あっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。全機出せ。ソルジャーを倒すほどの相手だ。全力でかかれ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。武器を下ろせ。敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。随分と賑やかなことで。シンラの増援もいるな。ああ、意外て。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないから。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶと思うね。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。あ、襲撃のことが公になれば混乱となるか深夜の発射。先の警報については誤報です。よし、各班配置につけ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。うん、まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あ、やばい。俺たちが行く。おい、ウェッジ大丈夫か。
面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お知りたい。どれ。ちょっと何してるの。うわ、無用無用。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。にしても本家の作戦に立ち合わせるなんて偶然なのか。安全確認のため自宅待機命令が出ています。本家が動き出したとすりゃ面倒だ。速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。ついてギャラに向かって。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいよな。ああ、ああ。ふん。じゃあ、今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。あ、ねえ。危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ダメだ。厳しいっすね、兄貴。誰が兄貴だ。うわThank you.
もっと役に立ちたいっす。ヘマばっかで十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。俺一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ、二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ持ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていく。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。あ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。ほらにゃる、バニーパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。はい、よくできました。よしよしよし、ほらにゃる。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、なんでも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーシェ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。
なんつって。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで待つか。合流しよう。うん、いけるな。もちろん。店まで急ぐぞ。
ね。引き受けた。いや、うわっ、うわっ、接触すると見えるよ。それ以上に、それじゃでもしまた、ああ急いでるのに。他の道は、うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる。クラウド、こっち。Come on.
諦めないといけないよね。じゃうじゃばよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコーロってのは。大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。その足、大丈夫っすか？騒ぎすぎ。全然平気。でも、しばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え？作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ？ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前、今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よーし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、
ソルジャーさんよ。緊張してるだろ。ありがとう。欲しいんだ、駆け出しの何でもや。クラウドさん、この度はデータ収集にご協力いただけず残念です。ですが次回は期待しています。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるんだな。悪いのはシルナだ。しれっとしてろ。